加減にしろよ。星稜高校2年2組の。え？あの、ちょっと下がって。お前ら覚悟しろよ。後できっちり説明してもらうからな。返事はどうした？ガスゼ兄さん。え？一人でよく頑張ったな。誰？通りすがりのヒーローだよ。いやっていうかどっから出てきたんだよ。店の中から見てた。あのさ、マジで危ないんで。遠慮すんな。ここは俺に任せとけって。いや、ちょっと。お前ら、言っとくけど俺はこの兄さんより腕が立つぞ。は？礼ならいいよ。ああ、おかげで連中が誰か分からずじまいになったよ。ああ、
失礼。何か待ち合わせだったんだけど、ちょっと2階見させてもらうよ。先生、無事ですか？もう一人誰かここに？ごめんなさい、やっぱり私何もお話できることはありません。待ってください。何があったんです？何か言われたってことですか？ここにいた誰かに。知らない女の人でした。サングラスをかけた。その人は何て？三越場君の件には関わらない方がいいって、あなたにもそう伝えるようにって。俺にも？ええ。もし断ると言ったら？その時はこれを渡すように言われました。これ三越場ですか？ごめんなさい、私やっぱり。待って。わかりました。ならせめて家まで送ります。やめて、もう関わりたくないんです。明日学校に来ても私には近づかないでください。何のお力にもなれませんから。なんだ？これは。わかんねえことだらけだな。そいつはハンピン・リューマンの白面だ。あいつらは金次第で暴力を受けよう。雇われの兵隊ってこと？そう言ったろ。で、俺にまだ何か？俺はこの町じゃちょっとした顔でね。でも兄さんは見かけたことがない。なんであんな連中に目つけられた？心当たりは？一応あるよ。あんたに話す気はないけど。釣れないな。さっき助けてやったろ、便利屋クアナだ。厄介事なら相談に乗れる。金さえ弾んでくれりゃ警察に言えないような案件でもな。別に俺やましいことなんてないし、その手の仕事ならこっちもプロなんでね。なんだよ、同業者ってことか。こっちは探偵だよ、カムロ町の。なんだよ。よそ者のご同業が地元で騒ぎを起こした。あんたが俺の立場ならどうだ？せめて頭下げてもらおうって思わないか？名前を名乗って
この度はお騒がせしましたっていうだけだ。この町の便利屋さんっていうのはそんなに偉いのか。礼儀を教えてやってんだよ。これが礼儀の教え方か。名刺の渡し方もなってね。今の避けたのは褒めてやる。おかげでこっちも火がついた。おいおい、がっかりさせんなよ。どっからでも来な。なかなかのもんだ。今のはなかなか良かったぞ。いや、あんたも案外頑張ってる。褒めてやるよ。おい、これ以上やったら軽い怪我じゃ済まねえぞ。そっちがな。口の減らねえ。二人ともそこまでだ。札がそこまで来てる。お、杉浦君。何、知り合いかよ。話は後だって。ほら、店の裏口から抜けさせてもらおう。まったくさ、お互いいい大人が何をどうしたらあんな喧嘩になんの。こっちは売られたもんを買っただけだ。今日はここまでにしといてやる。可愛い杉浦君に免じてな。どういう関係。桑名さんは偉人町の先輩で便利屋さん。表にも裏にも顔が広いんだって。その分料金はちょっとお高いみたい。一緒に仕事したことはないけど、一応僕ら事務所開く前には桑名さんに仁義切ったよ。これからこの町で500回になりますって。そうだ、誰かさんと違って礼儀をわきまえてる。よう、それよか、いきなりターボを襲ってきた連中ってのは何だ。ハンピン・リューマンってギャングだってさ、そこの桑名さんが言うには。ハンピン・リューマンの中でも白面通殺し屋集団だ。ただ、さっきの連中は腕が悪かったみたいじゃねえか。いや、
狙った相手が悪かったんだよ。ちょっと待ってよ、いきなり殺し合って、そいつらなんで八神さんを殺そうと。今回の目的は脅しだけだったのかもな。さすがにあんだけ人目のあるとこで殺しまではやんねえか。いくらハンピン・リューマンでも。そのハンピン・リューマンから雇い主が誰か聞き出せない。俺を狙ったのはドイツだって。無理だな、連中は自分が誰に雇われてるかなんて知らない。ネットの闇営業で仕事を受けてんだ。逆に言や、あんただって奴らを匿名で雇うことができる。なんなら俺から口聞いてやるよ。今んとこ間に合ってますんで。なあ、あんた何に首突っ込んだんだ。これ以上騒がすようなら俺にもかませろよ。土地の人間にしかできないこともあんだ。特に裏社会まで絡むような時はな。いいんじゃねえか。何が？そんだけ偉人帳に詳しいんなら何か役に立つだろう。それにさっき白面とかいう連中から助けられた義理もあんだ。別に助けてもらったわけじゃ。固いこと言うなよ。面白そうなやつじゃねえか。よう、これから一杯どうだ。おごるぜ。あんたは話せるな。構わねえが、二軒目は俺におごらせろよ。かな、気持ちのいい野郎だな。まだ飲むの？お前も行くだろ、タボ。いや、今日はよしとくよ。つくもんとこに戻る。ちょっと情報を整理しときたい。構わねえさ。来るもの拒まず去るものおわずだ。おお、それだそれ。俺も今そう思ってたのよ。なんか初めて会った気がしねえな。Yeah!
はい。なんとむごい。この写真を沢先生も見たのですか？そう、すっかり動揺しちゃって話を聞ける状態じゃなかった。その写真をよこしてきたって女はまず間違いなく三越馬殺しに関係してる。つまり江原の仲間か手下だった可能性が高い。それがハンピン・リューマンを雇って矢上氏を襲わせたのですね。そして三越馬の剣から手を引けと言ってきた。ふん、波の探偵ならビビって言う通りにしてたかもな。でも連中はなぜ矢上氏が邪魔なのでしょう？三越馬殺しを嗅ぎ回られたくないということで。それなら警察の捜査の方がよっぽど嫌なはずだけど。確かに警察が動いているのに矢上氏の調査だけ止めても意味がないですな。だから多分連中が本当に脅したかったのは俺じゃない、沢先生だ。4年前に江原敏郎が自殺した時、彼女三越馬のいじめを責めてたらしい。だから俺は何が本当なのか先生に話を聞くつもりだったんだ。でも連中は
その辺に触れさせないようにしたかったかもしれない。だとすると敵の脅しは効果的でしたね。おかげで沢先生は貝のように口を閉じてしまいました。大丈夫、まだこっからだよ。それに連中だって一つミスったろ。え？ギャングに追っ払わせるつもりだった探偵がかえってこうやる気出しちゃってんだから。なるほど、それは随分大きなミスを犯しましたね。その夜、偉人町で見つかった死体の身元がテレビやインターネットで報じられた。これで清涼高校の誰もが三越葉弘の死を知ったはずだ。あの学校の中で世界は一変したと言っていい。